どうもメリジーです。休眠していた別のアカウントを復活させました。にやか状態で遊んでおります。今回は育成中の侍をお供に2070年7月アンバスゲート2章トテムズをお届けします。それでは箱庭にジャンプ。はい、ということでやっていきます。2020年7月のアンバスケード2章は雲1匹です。どの難易度も1匹のようですね。さて、呼び出すフェイスは次の4体。アーク HM、 アムチュチュ、ゴルモル、アプル、この4体です。アムチュチュは魔法耐性が高いので毒液とか安定してくれます。ただ単体盾だと事故も多かったので、もう1枚盾を用意します。アーク HM は打ち攻めがあるので疾空対策としてはバッチリ。これで超安定しました。後衛はアプルとコルモル。コルモルは前衛を強化しつつアプルの負荷を下げてくれるので非常に使い勝手がいいです。ちなみにニアカは2台の PC とコントローラーとキーボード手動でやってます。リモートデスクトップで1つのモニターでやることも可能なんですが、激重になっても実用には耐えられないというところで2台のモニターでやっております。で、モニターを近くに置けるスペースがなくて結構離れて置いてるんで、まあキョロキョロしながらやってるんで首が痛いです。ここ数日で肩こりがひどくなりました。というわけで一連の強化が完了したら戦闘開始。セカンドキャラは侍です。絶賛強化中で両手刀スキルの白地です。まだスキル360回ですかね。武器でブーストしてるんでもうちょっとあるのかもしれないですけど、一応表示上は360ぐらいで出てます。で、命中が800台後半しかありません。なのでスッカスカです。スッカスカ。ジョッポもまだ8しかないので、まあこれからどんどん成長させていこうかなと思ってます。楽しみですけど今は大変です。というわけで今回もスッカスカ状態です。だから侍的な美味しさはなく、スカ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 です。まあしかしいいペースメーカーの役割になってるかなというところですね。ちょうどいい感じで侍の TP が溜まるのに合わせて G がウェポンスキルを使ってるんですけれども、いい感じで盾がタゲを回してくれてます。これが TP1000 即打ちしていると結構タゲ取っちゃうんですよね。で、タゲが崩れると事故の元になるんで、まあこれくらいのペースが非常に安定していい感じです。で、実際もっと高火力で一気に叩くっていうのがあるんでしょうけど、今の段階ではまあこれがちょうどいいのかな。まあ高火力は今後の課題ということで、まあじっくり育てていこうかなと思っております。で、いまいち火力に自信がないなっていう人もこの戦法でちょっと挑戦してみると、まあ比較的安定するんじゃないのかなというふうに思います。とてやさから少しずつ難易度を上げて限界まで頑張ってみてください。まあこれでトテムズまで来ました。で、雲は複数のモードがあるようですね。 SP エフェクトとともにモードがいろいろと切り替わっているようです。よくわかりません。ウェポンスキルのダメージに無駄がすごいあるなっていうぐらいで、まあなんか変わってんだろうなとは思ってました。で、クモの技なんですけれども、アシッドスプレーがバカにならんダメージを出すので、まあこれ注意が必要ですね。なのでさっき言ったように変にタグを取ると3ぶっかけられてあっという間に溶かされます。怖いです。で、あとスパイダーウェブの強スロー効果は諦めです。そういうもんなんだなというふうに思ってください。これに対して何かこう対策をするとかなく、まあこんなもんなんだっていうところですね。
で、アプルル女子の異例数に期待しかもう実際なかった。このようにアプルル女子への負荷が高まるんで、ホルモンさんがいい感じで効いてくるということですね。バックアップ体制、デュプリケート、冗長性、絆ですよ、絆。まさしくファイナルファンタジー11を体現するような戦法となっているわけですね。万全の守備体制でじっくりと削る。攻撃側バランスを壊さないように調整しながら削っていく感じです。フェイス盾の場合、この戦法が基本になると思います。この辺、盾ごとの特徴があったりするので、研究してみると面白そうですね。個人的には、アークイブは硬いんですけど、序盤の盾固定能力に疑問があったりします。まあ、後半結構固定してくれるんですけどね。こういった特性や特徴を考慮して遊ぶのも醍醐味の一つだと思います。時々混合心を撒いて盾の支援をしてはいるんですけど、どれだけ効いてるかは分かりません。というわけでこんな感じで削っていきます。まあ単調に続いていくんでちょっとカットします。やっと倒せました。まあ比較的安定してるんで、コツコツやればたまるでしょうというところですね。はい、というわけで最後までご視聴どうもありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。チャンネル登録チャンネル